こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人 GU シリーズということで、最近買ったですね、 半袖のシャツがめちゃくちゃ良かったので、皆さんにですね、実売レビューをしてみたいなと思います。まあ、僕のチャンネルではいろんなブランドを取り扱いがありますね。例えばユニクロが一番多いんですけども、その次にですね、GU グローバルワーク、ちょっと価格帯が上がればグリーンレベルだとかナノユニバスだとか、そういったところのですね、商品をお勧めすることが多いんですが、まあ、おしゃれってなんだかんだでお金がかかりますよね。 一点ずつの単価がそんなに高くなくてももう本当にね T シャツからボトムス、トップスも色々あってアウター買って他には靴だとかバッグとかいろんなものの総額になると結構な金額いってしまうんですねですのでこれからおしゃれを楽しみたいという段階であまりに無理をしすぎてしまうと結構ねハードルが高く感じてしまうかなと思うんですねですのでまあ身近な コスパの良い,いブランドをうまく使いながらおしゃれを楽しむというのがまずはファーストステップとしてはいいかなと思うんですね。その点、ユニクロなんかは間違いのない選択なんですがそこにプラスして GU というのもですね、トレンド感があって意外と探せばですよ、大人の男性にも使いやすいものがあるんですね。ここは僕の中でもちょっと勘違いがありまして GU っていうとちょっとこう素材感が安っぽいんだよなとかトレンド感がありすぎて使いづらいんだよなというイメージもどこかにあって 僕のチャンネルの中ではユニクロの方が圧倒的に多かったんですが最近はですね結構 GU の中にも程よくトレンド感があって大人にも着やすいようなものが結構増えてきた印象があるんですねですので僕のチャンネルの中でも定期的に大人 GU ということで皆さんにですねおすすめの商品をお伝えをしていきたいなと思ってますユニクロよりもリーズナブルでなおかつトレンド感のさじ加減というところがですね非常にうまいんですよね ですので、今回ご紹介するシャツは、間違いなく大人世代にも似合うかなと思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。はい、早速なんですが、今回買ったものをご紹介していきます。こちらですね。 またオープンカラーシャツを買い足してしまいました。今シーズンはね、結構オープンカラーシャツが非常にですね、豊作といいますか、いろんなブランドからコスパのいいものが出てきてるんですね。まあ、僕のチャンネルの中でもユニクロとセオリのコラボレーションラインだとか、あとはユニクロマルニのものも良かったんですが、まあ値段がだいたいですね、3000円とかそれぐらいになってくるんですが、こちらの GU のものだとさらに安いです。 2000円ですね。これぐらいの金額で買えるんですね。正確に言うと2000円を切っていまして、1990円で買えてしまうということで、こちらは商品名はですね、ドライリラックスフィットオープンカラーシャツ、ゴブ袖というものになるんですが、まあこれはですね、値段が安いというところも確かにありがたいポイントではあるんですが、実際ですね、それよりもデザイン性だとか色使い、このあたりに良さがあるんですね。 通常のユニクロにはないようなカラーリングになってまして、こちらはですね、68はブルーというカラーなんですが、このね、色味がめちゃくちゃ良かったんですよ。ユニクロの通常版、または様々なコラボレーションラインにはないような色合いだったので、これがまずは圧倒的にですね、皆さんにおすすめのカラーかなと思います。 あともう一つですね、こちら。ちょっとこう、ブラウンっぽいカラーなんですが、これもね、大人っぽくてシックですごくいいカラーだったので、この2色を今回買いました。それぞれですね、全然個性が変わるので、ぜひこの後ですね、実際に着た様子を見ながら、皆さんもですね、夏のオープンカラーシャツの候補にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。 はい、ということで実際に来てみました。どうでしょうかまあ、いろんな角度からね、皆さんにお見せしたいなと思うんですが。 まあなかなかね、仕上がりがこれまたいいんですよ。まあちなみに僕のスペックなんですが、身長164センチ、53キロとかなり小柄な男性なわけなんですが、サイズはね、これ S を購入しました。まあオープンカラーシャツって結構サイズ感が難しいなと思ってまして、まあこちらに持ってきてます。いろんなものありますが、えー、通常僕はですね、S サイズがジャストなんですが、まああえてちょっとゆるさを出したいなということで、まああのー、ワンサイズアップすることが多いんですね。例えば、ユニクロの 定番のものでしたらこちら M サイズを購入しています。 はい。それでね、少しゆったり差が出せるんですが、えー、こちら自由のものに関しましては、サイズ S を選びました。S でも正直ですね、ユニクロのワンサイズアップと比べても、多分ですね、あんまり変わらないかなという感じです。大体同じぐらいなので、まあ、僕は通常サイズを皆さん、大人の皆さんには着ていただいて間違いがないかなと思います。まあ、名前にもある通り、ちょっとリラックスフィットなので、えー、これぐらいがいいと思いますね。かといって、あんまり大きすぎないですよ。 自由ってものによってはですね、ドーンと大きいものもあったりするんですね。まあそうなると、なかなか僕ら世代には、ちょっとこう、どう着こなせばいいのかわからないっていう感じなんですが、これはね、適度なんですよね。袖の長さもなんかやりすぎてなくて、僕はこれぐらいが好きです。あとは袖幅ですね。ここもね、割とこう、ゆとりがあるんだけども、やりすぎ感がないというところ、そこがね、またバランスがいいと思いますし、身幅とか着丈のバランスも通常の ね、皆さんの適正サイズを選んでもらって、程よいゆったり感が出せるので、非常にいいかなと思いますね。襟周りのね、デザインなんかも、すごくね、なんかバランスがいいんですよね。どこも違和感がなくて、結構高見えするんじゃないですかね。 あと、肝心なのは、素材の雰囲気と、あとは色合いなんですよ。ここがチープだったら、もう本当にね、大人の男性には似合いづらいんですが、見ていただいてもわかる通り、変な光沢感がないんですよ。動いてもね、ピカピカするんですよね、安いっぽいものって。変な、こう、不自然な光沢感があるんですが、そういったものは一切ないです。まあ、結構上品に見えますし、あとはね、色の雰囲気がめちゃくちゃいいんですよね。 これは表記はブルーになっているんですが、うん、ブルーと言われればブルーなんですが、ちょっとグレーがかったようなブルーグレーっぽさがあって、そこがね、僕は品があってめちゃくちゃいいと思うんですよ。こういったカラーってちょっと値段出さないと買えないイメージだったんですが、まさか1990円のシャツでこんな色味がね、実現できるとは思わなくて、すごくいいなと思いました。 僕はね、基本的に、こう、オープンカラーシャツ着るときも、まあもう日常からそうなんですけども、結構手抜きのコーデが多いんですよ。皆さんそれはご存知だと思うんですが、内側にね、白 T 行きたいだとか、黒系のパンツを合わせることが多いんですが、こういったこう、モノトーンっぽいベースの中に、この、ちょっとブルーグレーっぽい色合いが非常にね、えー、映えるんですよね。 このね、バランスが気に入っていて、このままなんか外に行けそうだなということで、個人的にはこのカラーめちゃくちゃ気に入っていますね。安いから買うんじゃないですよ。この色がすごくいいから買うんですね。これが例えば、 ユニクロに並んでいたら僕はこのカラーを選ぶと思うんですね。それぐらいこの色にですね、強みがあるので、ぜひ大人の男性にめちゃくちゃ似合いやすいカラーだと思うので、トライをしていただきたいなと思います。そしてまあコーディネートもちょっとお伝えしますが、まあブラックのパンツですね。これはユニクロです。 まあこっちがちょっとゆったりめなので、ボトム底細くしてしまって、Y シルエットみたいなものを作るのもありなんですが、まあこのサイジングとちょっと合わせながら、程よくゆったりなものを合わせるっていうのも、まあバランスとしてはいいかなと思います。まあ何度もお伝えしてますが、タックテーパードパンツね。これがね、すごく相性いいと思いますね。 ほどよいゆったりさ加減なので、こういったシャツともバランスがいいなと思ってまして。で、足元はね、ちょっとこう、グルカサンダルを合わせました。まあ足元がね、これをスニーカーなのか、こういったグルカサンダルなのかでも全然印象は変わるんですが、ちょっと今季はね、こういったレザー系のサンダル、いろんなブランドからアプローチがあって、えー、グルカサンダルも増えてますし、あとはビルケンシュトックのサンダルも結構今年はね、めちゃくちゃなんか、いろんな雑誌でも取り扱いがあるし、あとはお店でもいろんな別注やってたり、 するので、まあ 一つなんかブームが来てるなっていう感じがするんですが、足元こういったレザー系のサンダルを合わせました。これはね、昨年買った GU のもので、今年の GU のグルカサンダルは、正直僕はあんまり好みじゃなくて、去年のこれがもう完璧でした。ほんと去年買っといてよかったですね。リアルレザーのこのね、グルカはほんと名作だと思うので、まあひょっとしたらメルカイとかでもね、見つけることができるかもしれないので、よかったらこちらもチェックをしていただきたいんですが、こんな具合で大人の男性のコーデとしては、 にね、バランスがいいと思うんですね。決してこう自由には見えないような雰囲気なので、ぜひこのカラー、本当にブルーが一押しなんですが、ただですね、もう一色、このブラウン系の色,色味もなかなかいいんですよ。ちょっとクロート感があって、この色味もね、いいので、ちょっとこの後着替えてみたいと思います。 はい、ということで、今度はね、ダークブラウンの方に着替えてみました。これもまたね、なかなかいいんじゃないですかね。先ほどはですね、まあ、ブルーグレーっぽいような色で、正統派な感じがしたんですが、こっちをね、ダークブラウンは、なんか渋いっすよね。大人のこう渋さが出るので、こういったカラーも、僕はなんかこう、GU で試すんだったら、 ありだと思うんですよね。高い価格だと失敗するとね、なかなかこう、しんどいなと思うんですが、ブラウンとかって、まあ、なんか失敗するとこう、おじさんっぽく見えるなとかっていう懸念点もあるんですけども、これぐらいの価格帯であれば、トライをしてみる価値は十分にあるかなと思います。なかなかね、渋みがあっていいなと思うんですね。で、ちょっとこれに対して、夏だったらね、こう、カラー。 サングラスみたいなね、かけていただいてっていうのもいいと思いますね。うん。なんか小物でアクセントをつけながら、こういった渋みのあるカラーをね、試すのも非常にいいかなと思うんですね。 ぜひね、皆さん、このカラーは、うん、なんかダークブラウンっていうことで、ブラウンの中でもこう、やぼったさがあるような色ではなくて、まあ、ちゃんと深みがあって、大人っぽく見えるカラーなので、まあ、ブラックのパンツとか、あとはね、ホワイトの白 T なんかでちょっと明るさを出してあげると、そんなにやぼったくないですね。あとはね、思い切って前開けてみるのもいいですね。こんな感じで、中にね、ちょっとこう、白 T とか、プリント T シャツを着て、覗かせてあげると、そんなに重たくならないですね。 まあ前を開けて、羽織物感覚できるのか、あとはこうボタンを止めるのかで、全然印象が変わるんですね。まあちょっとボラン系に関しては、まあもう前は開けて、羽織物感覚ぐらいでも、 いいかなと思うので、こんなスタイリングも含めて楽しんでいただければなと思いますね。まあ足元はね、先ほど全く同じです。まあパンツとしてはブラックも合うし、あとはホワイト系のなんか白のデニムだとか、そういったものでちょっと爽やかに振ってみるのもいいかなと思うんですが、まあやっぱり鉄板はね、このブラックのね、タックテーパードパンツですよ。これ合わせとけば、大滑りすることはないですね。 あとはね、グルカサンダルもやっぱりこれ良かったっすね。改めて自由の名作入ってますが、こんな具合で合わせてもらうと、なかなかブラウンの感じもですね、新鮮な感じがするので、皆さんはどっちでしょうか、ブルー派なのか、もしくはブラウン派なのか、ぜひコメント欄までですね、どしどし書き込んでいただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、最近僕はですね、自由で買って感動したですね、オープンカラーシャツ2種類をですね、皆さんにご紹介させていただきました。本当に悩ましいところですよね。僕もいろんなオープンカラーシャツを買ってきましたし、こちらのチャンネルでも皆さんにご紹介したので、またね、皆さんを迷わせることになってしまうかなというところで、心苦しさも正直あるんですね。 ただこの色味はですね、他にはない良さがあるんですよ。ユニコっていうのはある程度ベーシックなものが多いので、まあ毎年ですね、大体これは間違いなく出るよなーっていうカラーリングが多かったりするんですね。まあその中でもね、今回はちょっとこうターコイズブルーっぽいオープンカラーチャツが出ましたが、あれはあれでいいんですけども、今回ご紹介させていただいた G のカラーですね。これはね、めちゃくちゃ良かったです。特にね、この ブルーに関しては、ユニクロのですね、ターコイズブルーみたいな華やかな色よりは、かえってですね、大人のセリは使い勝手がいいかなと思いますね。また、ちょっとこう、クロード向けのこう、ブラウンなんかも非常にいいカラーリングなので、このあたりはですね、初級者だけではなくて、結構中級者の方にも響くような、すごくカラーリングがいいものになっているので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、こんな形でね、これからもユニクロだけではなくて、時々 GU を使いながら、ま、さらにコストダウンをしながらもトレンド感を うまく取り入れたスタイルをですね、皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っています。また、こちらのチャンネルだけではなくて、初級者から中級者へとステップアップするための動画をですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというもので運営をしています。2週間日曜のペースで、そちらでは生配信もやっていますので、気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています。 またもう一つですね、最近オンラインサロンというものを始めました。なかなか動画を見る時間がないという方はですね、最新のおすすめアイテムですとか、コーディネート解説をですね、1日5回ほどのペースでアップをしてますので、こちらも気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。